はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は本当にリクエストをたくさんもらっていたスクールメイクをしてみました。今回はなるべくコスパを良く、コスメの数を少なくしてみたので、よかったら参考にしてくれればなと思います。あとちょっとなんか家にあるものでちょっと高校生っぽくしてみたんですけど、すんごいなんかラブリーな感じになってしまったんですけど、まあそこはちょっと許してください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていくんですけど、まず私が今回使うキャンメイクのコスメを3つご紹介します。じゃん、こちらの3つになります。1つずつ紹介していきます。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MB です。これ結構使ってる人とかも多いと思うんですけど、私は肌が黒いので一番濃いめの色を選択しました。鏡もついているので、ちょっと直したい時とかにこうやってできるのがすごくいいなと思います。ちゃんとパフもついてます。続いてキャンメイクパーフェクトマルチアイズ02番です。これもすごく話題になったので知ってる方多いと思うんですけど、ここの左上のカラー以外全部マットな色味になっていて、やっぱり学校にバレずにメイクをしていくってなると、マットのアイシャドウを使った方が絶対バレにくいとは思うので、今回これを選んでみました。これ一つでもちろんアイシャドウも使えるし、アイブロウ、眉毛にも使えるし、アイラインもつけるっていう優れものです。これ持っておくだけで一気にメイクの道具の数が減るかなと思います。でラストがステイオンバームルージュの14番です。はい、これも私もこの前ブラウンのリップ買ったので知ってると思うんですけど、今回こんな感じで結構赤色のリップを選択してみました。これ自体ツヤがあってそんなに濃くつくイメージがなかったので、こんぐらい濃くてもいいかなと思って今回これを買ってみました。はい、ということでこの3つを使ってスクールメイクをしていきたいと思います。ちょっといろいろポイントとか解説しながらやっていこうかなと思います。それではメイクを始めていくんですけど、まず化粧水で肌を整えてから、いきなりこのリップを使っていきます。で使う場所なんですけど、もちろんリップには使おうかなと思ってるんですけど、今回チークにもちょっと使っていこうかなと思っています。ちょっと今回化粧品を3つということで、チーク買いたかったんですけど買えなかったのでリップで代用していこうかなと思っています。手に取ってパフェにつけていきます。はい、まずこんな感じでとりあえずチークに塗っていったら、次このパウダーを使っていきます。で本当はもっと下地とかちゃんと入れたかったんですけど、やっぱり学校にしていくならとことん薄い方がいいと思うので、今回パウダーだけでやろうかなと思っています。普段だったら下地からやることが多いんですけど、今回チークとして使ったのがリップだったので、ちょっとベタつきがあるので、先にこのリップでチークを塗ってから、上からパウダーでテカリを押さえていきます。今パウダーをしたんですけど、このキャンメイクのパウダー私初めて使ったんですけど、めっちゃいいですね。本当にすっごいカバー力があるかなと思います。マットなので変なテカリとかもないし、全然これ1本でもいけるかなと思いました。はい、そしたら次眉毛を描いていきます。眉毛はこのシャドウのここの部分を使っていきます。付属のブラシのこのチップのところを使っていきます。ある程度眉尻描いたら、次こっちのブラシの方を使っていきます。はい、眉毛はこんな感じです。続いてアイメイクに移ります。まずこのカラーをアイホール全体に塗っていきます。次にこの色を二重幅まで塗っていきます。そしたらこの色でアイラインっぽく引いていきます。下まぶた3分の1にも塗っていきます。そしたらちっぷり残ったシャドウで涙袋の影を描いていきます。はい、そしたらリップを塗っていきます。少しだけティッシュオフします。はい、こんな感じでとりあえずメイクは終わったんですけど、あとはなんかちょっと100均とかでもいいと思うのでビューラーとかでまつげを上げてあげるともっといいかなと思います。はい、こんな感じでスクールメイク完成です。はい、こんな感じでスクールメイク完成しました。もうほんと私普段学校すっぴんで行ってて、メイクしちゃダメっていう学校なのでちゃんとできるかどうかとか心配だったんですけど、予想通りにはできたかなと思います。本当に今回使ったコスメも3つだけなので誰でも真似しやすいかなと思います。さらにキャンメイクということで学生の子でも手が出しやすいブランドでやってみました。やっぱりポイントはどれだけ薄くできるかだと思うので、ファンデーションとかをパウダーだけにしてみたりとか、なるべくチークとかリップとかを薄付きでつけてみるとか、アイシャドウは絶対マットが必須だと思います。ですっぴん風に見せたいけどやっぱり盛りたいっていう時とかは、私のおすすめは目尻に暗いブラウンのシャドウをのせるっていうことと、やっぱり涙袋の影を描くとだいぶ目の大きさが違ってくるかなと思います。はい、ということで今回はキャンメイクのコスメを3つ使ってスクールメイクをしてみました。少しでも参考になれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。